はい、今日ですね、もう吉本さんに、はい、前回動画でジュラシックカップご協力いただくということで、芸人さん、野田クリスタルさんはじめ、芸人さんたくさん来ていただいて、体見せていただいて、はい、ちょっとあまりでも僕ちょっと衝撃を受けたんで、今日ね、ちょっと、急遽動画をうちのチャンネルで撮ることにしまして、ありがとうございます、モンタナの畑野畑さん、はい、吉本興業2年目モンタナの畑野畑と言います。お願いします。普段コンビで、はい、あ、コンビで漫才をやっております。はい、本当ですか。はい、ちょっとね、大胸筋が、僕が大胸筋弱いっていうのもあって、すごい大胸筋してて、しかもですね、ほぼ家のトレーニング、ホームトレーニングで、自重ベンチプレスがやってないですもんね。わあ、もう本当にやってないです、ね。自重の、いわゆるプッシュアップですよね。はい、だけで、鍛え上げた大胸筋、多分僕が見た中で一番最強だと思います。あ、本当ですか。はい、自重でここまでの人見たことないんで、はい、ちょっと一回今一度見せてもらっていいですかね。これちょっとカメラどうですか、厚み出ます？ちょっとサイドチェック。そうですね。これはめっちゃわかりやすいです。これ、いや、まあまあでかいですよね。どうですか、どのくらいの。すごいです。すごいそれ、うん、ちょっとこうバシッとこうストレージを出せますか。あ、そうですね。これ多分ね、 YouTube 見てる方、はい、ホームトレーニングの方多いんで、はい、実際自重でどんなトレーニングやってるかちょっと紹介して、普通に真面目のチャンネルで紹介したいんで。わかりました。自分はそのデクラインプッシュアップをやらせていただいてて、はい、足を、まあ、台に乗っけていただいて、はいはい、あとプッシュアップバー普段使うんですけど、はい、まあ、今日ちょっとパワーブロックでやってますけど、はい、足はもうあれですね、膝の高さぐらいの。そうですね、はい、はい、でもうあとは深めに、はい、なるほど。もうテンポ的にはこんな感じですか。そうですね、これくらいのスピードでやりますね、はい、回数とかはもう回数は決めてない。1セット100回を、はい、1セット100回やるんですか。やって、はい、で1分空けて、はい、もう100回やって、はい、で2分空けて100回やってみたいな感じで、インターバルはだいたい1分から2分くらいで300100を、10セット100を10セットでやってますね。10セット目も100ですか。10セット目も100です、うん、はい、時々こうやってレストする感じですか。はだいたいその2セット目くらいからは80回くらいで1回ちょっと上がって少し休んだりとかするんですけど、まあそうですね、ほぼほぼノンストップで、で10セット目も80回くらいまではいける、はい、はいけますね。はい、すごいですね。ちょっと、もう一回動きを、まあ、とにかく早くテンポよくポン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 動かす。そうですね。あんまり意識してることないですか。意識は胸でも開くようには、はい、肩甲骨寄せて、はい、胸開く感じですね。なるほど。ありがとうございます。あとバリエーションないですか、これだけ。もうでも自分もこればっかりですね。うわ、もうパンポしてますよ。あ、本当ですか。すごいですね。でこれ1000回やるんですね。だから100×10 1000回やりますね。で、2日に1回でしたっけ。2日開けて2日開けて 1日やって2日開ける。そうですね、はい、うん、じゃあ週2は絶対やってますね。はい、他は何もやらないですか。胸はこれだけ。胸は他はもうやってないですね。これで何年ぐらいやってるんですか。今が5年ほど前からやってて、なんかその最初はもう100回とかもできなかったので、うん、最初まず100回やりたいなと思って、うん、100回できるようになったら次は100回を何セットできるかみたいな感じでどんどん増やしていって今1000回が平均になってますね。なるほど、はい、じゃあもうあれですね、こう負荷というところではもう自重しかないので、はい、もう回数と、はい、それから、まあ、ボリュームですね、トータルボリューム、はい、というところでどんどん増やしていくっていう、はい、ここで強度を上げていくと。そうですね、はい、ちなみにベンチプレスとかやるとどうなんですか。ベンチプレスは1回チャレンジしたら、まあ、でも80キロくらいしか上がらないんですけど、やっぱ全然ですよね。あ、だってこの大胸筋だったら150キロくらいになってますよね。いや、そうですよね。あ、なるほど。上げたいんですけど、はい。
いやでも面白いですね、この自重のトレーニングでここまで筋肉を大きくできるっていうのは。ありがとうございます。もう逆にその他が足らなさすぎますよね、そうなると。いやでもこの状態で他全部ついたら世界チャンピオンですよね、はいはい、え、本当ですか、はい、いやマジで行きたいですね。いや本当すごいですね。いやまあもう多分胸がもともと多分反応いいっていうのもあると思うんですけど、はい、まあでもこれはもう見てる方ね、あのプッシュアップだけでもこんな胸になれるというね、はい、いけますので、はい、あのでやってみてください。で本当にやる価値ありますよ、ね、はい、ね、ありがとうございます、まあ、本当にフォームも全然こうそんなに難しい感じでもないしね、はい、あの何か意識する感じでもないんで、うん、もう本当に初心者の方でも十分真似できる。そうですね、家でできるトレーニングですので。僕もやっぱりあのトレーニング始めた頃腕立て伏せばっかり家 で、 そ、 それこそ本当1000回とかやってたんですけど、はい、うん、やっぱりあのそういうなんかこうトレーニングの原点ですよね、やっぱりそうやってやってこう自重でこう徹底的にこう追い込む、まずはなんか、まあ、なんか追い込むっていうのはもう徹底してできてると思うんですね、限界まで動かすっていうね、はい、ところはすごいこう、まあ、精神的にも強いなっていうのがあると思うんで。ありがとうございます。今後じゃあもっと腕とかもこんな感じでやってもらって。わかりました。今は全身やってるんですか、トレーニング。全身やるようにはしてるんですけど、やっぱりもう胸が好きすぎるので。ああそうなんですね。あでもアプローチの仕方は胸でこれだけ成功してるわけなんで、はい、まあダンベルとかでもこうね、例えば1000回でなんか感動とか全然アプローチの仕方として面白いと思います。全部1000やるといいかもしれないです。わかりました。はい、ちょっと一回実験やってもらいたいと思います。わかりました。半年かけて。またじゃあちょっとこうね、あのジュラシックカップも出てもらえるということで。あ、はい、ちょっと他の部位もなんかこういうアプローチの仕方でどこまででかくできるかって。わかりました。ちょっとメニュー考えます、ね、結構見てる方も楽しみだと思うんで、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、 あのジュラシックカップに向けて、はいはい、頑張ってください。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。I earn you.